タンです。皆さんお肉好きですか？私は好きです。今日はね、いきなりステーキさん、今日はランチの方に行っていきたいと思います。ランチだとね、お肉 300g で、1200円だったかな。かなりリーズナブルらしいので、どういうものかちょっとレポート行ってきたいと思います。じゃあ行ってきます。はい、ランチ時間がね11時からという感じなので、ちょっとね開店してから時間経ってますから、ひょっとしたら待ちになるのかな。覗いてみたいと思います。どうこの2つなんですもんね。これと通常にも選べるんですね。お肉だけになるんですけど、じゃあこのランチのこちらでいいですか？かしこまりました。これってお肉って部位って首筋のお肉ですかね。あ、そうなんです。はい、お願いします。かしこまりました。ワイルド席をはい、ありがとうございます。はい、お願いします。はい、いただきます。はい、それではね、いきなりステーキさんの方行ってまいりました。ランチでね、500g、1300円で、ライス、スープ、サラダがついてという形になります。かなりね、食べ応えはあるかなっていう感じです。はい、もうお皿の上にね、ある程度切られた状態のお肉が乗ってる感じなので、1枚のお肉をね、こう切っていくっていう、そういうね、迫力というか醍醐味はないんですけども、1300円でね、あの肉質っていうところで、食べれるっていうのはかなりの魅力なんじゃないかなっていうふうに思います。皆さんもね、お近くにいきなりステーキさんがあるときは行ってみてはどうですかね。はい、じゃあいきなりステーキさんのランチレポートでした。ごちそうさまです。